明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いいたします。今日は三沢市にある航空科学館というところに来ております。こんな感じで実物大の航空機とかが展示されている博物館になります。この博物館はこういう屋内展示の他にも外に展示物があって、後でねあっちの方も行ってみたいなと思います。屋内展示ではこういうねヘリコプターも展示されていたりしています。じゃーん。これは日本の国産航空機 YS-11 になります。この YS-11 は中に入ることができるみたいなので、早速中入ってみたいと思います。入り口のところに温度計がある。これね。こちらが YS-11 の、なんつうの、操縦席ですね。コックピット。いやー、かっこいい。内部はこういう感じですね。これが国産航空機 YS-11 の内部。ここから前を向くとこういう感じですね。当時の航空機は今の航空機とは違って、電車みたいな、新幹線みたいな荷台がありますね。これで全体と。ちゃんとね出口とかもあって、お手洗いもこういう感じだったみたいですね。こうで、これで出口です。はい、以上 YS-11 航空機でした。これにこれね挑戦してみたいと思います。おお、風が来る。これでまだ風が弱いけどね。これ旋回、反対に旋回。上昇、これ上昇してんのかな。まあでも模型だからね。加工、ああ確かにね、機体が若干まっすぐ、まっすぐ行こう、まっすぐ。おお、結構難しい。ああなるほどね。じゃーん、すごい壮観だ。これが青森県の十和田湖から引き上げられたゼロ戦の練習機、ゼロ戦21型、それの減衰台が展示されています。
それを69年ぶりに引き上げた飛行機ですね。公兵をね、何人用紙にしたかというと5000人ぐらい用紙にしたというのね、5000人ぐらい用紙にした。で、皆さん後ろ、日本で何機作ったかというと1万用紙で30機作ったんですね。このうち、特攻に何機使われたかというと3体。この水の3体は、まずこれ水を沸騰させてお湯にする。そうすると水蒸気が上に上がっていって、このホースでこっちのアルミの上に行って、ここですごく冷やしてるんですね。そうするとまあ凍ります。これが2つ目で、その周りにはもう水になって溶けてしまっているものがあって、さらにそれがこの真ん中から滴る感じですね。そうするとまた下に溜まっていくので、沸騰すると水蒸気になって凍って水になって戻ってくると。これが水の3体です。プラズマです。すげえかっこいい。すごいこれ。あ、何これ。あ、なんか集まってくるんだ。これを触ると、あ、すげえ。超かっこいい。すげえ。宇宙だ。ブラックホールに入る玉たち。面白い。あ、なかなか入っていかない。スイングバイしてるんですね。あー、入っていった。はい、見てくださいって見えるかな。気がついたらすごい雪なんだけど、外ね、もう猛吹雪。ほらこれ、さっきまで晴れてたのに結構な吹雪いてますね。ちょっとこれは外は難しいかな。さあ外にやってきました。すごい雪だわ。これはね、降ってますね。さあやってきました、屋外展示。こうすごい雪の中だけど、いやー、これかっこいいね。実物大でしょ。すごいよね。こういうのを今日は撮りに来ました。寒い。今何度だろう。ヘイシリ、今何度。外は1度です。外は1度らしいです。もうここレンズにもね、すごい雪がついちゃいますね。うん。ということで今日の動画はここ三沢市にある空港科学館というところにやってきました。 こちらのね、空港科学館はこういう建物なんですけれども、この三沢にある博物館ですね。すごい寒いです。
今日この動画は新年一発目の動画になったんですけれども、今日はね1月2日で、昨日もあんまり Vlog は撮ってないんですけど、ドローンの映像を少し撮りましたので、その映像をお送りしながら今日の動画は終わりにしたいと思います。それでは以上、エケでした。ではでは。いや、一面の雪景色寒くて口も回らないよ。いや、いいとこ来たな。雪もね、これこんな感じ、ちょっと湿った雪かな。でもね、しっかりとふわふわとした雪になってます。屋外展示場、晴れるとこういう感じに見ることができます。結構天気は変わりやすいです。